に種類があるんですね。そうですね、種類はもう部位によってね全然味わいも違うんで、あとやっぱ馬は赤身がねやっぱり高タンパク低脂肪でダイエットにもいいと言われてるんですけども、脂の方もすごい甘くて美味しいんで、まあ、有名なのたてがみとか、まあ、そっちはちょっとカロリーが高いんですけど、まあ、味はすごい美味しくてお肌にもいいんで、ただちょっと値段がね入り値によって変わっちゃうんで、まあ、値段は変動するんで今日の段階の価格はこの価格っていう感じなんですけども、大きくは変わらないと思うんですけど、大体これ前後っていう、そうですね、大体これ前後で考えてもらって、まあ、上下はありますぐらいの、あとちょっと珍しい部位に関してはちょっと品切れになってる時多いんですけど、タンとかタンの刺身はそうですね、美味しい、美味しいですよ、コリコリして、